はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日は超危険覚えていないをお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあ、覚えていないという人が多いんですよ。バインダー起ことしちゃった。どうすればいいんだいやー、バインダーがちょっとメモしたんですけど。あのー、覚えてないという人が多いんですよね。これはあのー、政治家とかね、あの、官僚とかそういう問題ではなくて、 まあ、一般の方もそういう人が続々と出てきているという内容ですね。あのどういうようなことかっていうと、まあ、いろんな人いるんですけれども、まあ、車に関する、ね、ことなんですが、非常に危険、危ない、え、ここはちょっとそういうのってどうするの、これからっていうような、まあ、事件が起きました。これはねあの、話していく中で、いや、ちょっとそれないんじゃないのかなっていうふうに思う方、多いと思います。 えー、なぜそういうふうにね、あの、最初にちょっと念押しで言うかっていうとですね、あの、あまりにも、なんていうんですかね、結果的にね、あの、まあ、警察が介入して処理したんですけれども、いや、あまりにもそれちょっと軽すぎるんじゃないの、処置がなんか処理が甘いんじゃないのかなっていうような内容なんですよ。あの、 これはね、日本のまあ法律っていうか決まりがそうなっているからということで、誰もどうすることもできない。ある事件が起きました。さあ、どんな事件なのかお話をいたします。91歳の男性がですね、まあ、車を運転していたんですよで。91歳ですから、まあそんなに運転がね、 ちゃんとしてるわけもないわけですよね。だってもう耳だってだんだん普通の一人は聞こえなくなってるように決まってるし、まあ、視力だって弱まっているじゃないですか。でもその中で91歳でまあ運転していたんですよ。でも日本の法律では91歳で運転してはいけないとかいう法律はないんですよね。何歳でもいいんですよ。あ120歳だろうが150歳だろうがね。運転して構わないんですよ。免許がある限りはね。 で、まあその男性は91歳。名古屋の方らしいんですけども、まあ運転していたんですよ。で、いやー今日もいい天気だなーとか言いながらね、運転をブバンブンブ,ン,ブン、どっか行くかなーとか言いながらね、ブバンブンブ,ン,ブンと。で、そのまま運転して、なんかあの横断歩道の信号が赤だったらしいんですけどね。まあそんなことはもう知ったこっちゃないですよ。91歳だもんね。<laughs> <laughs> いやいや、もう、ばん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 そのまんま、もう、そのまんま突っ切っちゃったんですよ。赤信号をですよ。そしたら6歳の女の子が、そこ渡ってたんですよ。いやいやいや、怖いじゃないですか。6歳の女の子、小学校1年生ぐらいじゃないですかね。あの、横断歩道を、あの、ボタン式なんですよ。ボタンで押して、黄色、赤ってなって、車が止まって、その横断歩道を渡る。という横断歩道。よくありますよね。 で、その子も、まあその子はまあお利口さんなんですよ、その女の子ね。あのボタンを押すんだっけとかい思いながら、ボタンをよいしょって押してね。で、ちょっと待ったら、あ、黄色になった、赤になった。で、歩行者の歩いていいですよっていうのが、まあ青になったわけですよ。まああれ緑っていうか青っていうかね。緑色のもあるけど、まあ青って呼んでるんですよね、日本ではね。 私のは緑にしか見えないけど、いや、だけどまあ一応、あの、ちゃんと青くなってる信号最近あるけど、ちょっと前まで緑だったんですよ、完全にね。まあだけどまあ、青信号になりました。で、歩行者の方がね、横断歩道を、ランラランラランって渡って、そしたらその91歳のおじいさんは、見てないから、なんだかな、いい天気だな、今日はいい天気、とか言いながらね、もう上機嫌で、ブーン、危なくないですか ノーブレーキですよ。ブンで、女の子は、キャードンどうなんですか、これ。これ、名古屋の緑区というところで、また合に起こっちゃってどうすればいいんだ <laughs> あの、いや、本当に、あの、起きた事件なんですよ。あの、拾いながらすいませんね。あの、滑りやすいんですよ。あの、ちょっと今話、頭の中でね、ちょっとその時の映像を思い浮かべて、 話してたんですよいやー、危ないじゃないですか。え、皆さん、これって、え、それで警察が甘いってどういうことってなるじゃないですか。ひかれたのはね、女の子じゃないんですよ。女の子が散歩していた子犬だったんですよ。ワンちゃん。バーンいやいやいや、これはね、惹かれちゃったんですよ、本当に。で、死んじゃったの。このワンちゃんがね。 あの、大変なことじゃないですか。ね。女の子泣きますよね。でも泣いて、まあ、その泣いて、そこのところの詳しいところは書いてないんですけど、おそらくは周りにいた、まあ誰か見てたんでしょうね。で、大人の人が、まあ、近づいてきたりしてくれた人もいたんでしょう。どうした大丈夫かって言いながら。で、その女の子泣いててわかんないですよね。で、見たら犬がぺっちゃんこなわけですよ。 いや、かわいそうにね。本当にね。いい迷惑ですよね。で、その車はじゃあ止まったのかと思うじゃないですか。だってバーンとなって、女の子もギリギリで車当たりそうになって。だけどその車は、ラン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 とか言いながら、スピードを全く落とさず、ブレーキをかける気配もなく、そのままブーンって行っちゃったんですよ。これって、どう引き逃げね。いわゆるね、逃げちゃったのね。 いやでも逃げちゃったっていうのは、まああの、意識があってっていうことじゃないですか。あ、今当てちゃったなとかね、今引いちゃったなっていうのが、意識の中にあって、いや、やばいな、逃げるぞって、これが逃げちゃったということです。これはね、罪重いんですよ。なんだけど、いや、知りませんでした。いや、そんなことありませんよって、本人が否定すると、これはね、引き逃げにはならないんですよね。何なんないんですよ。 本人がずっと否定してれば、いや、そうかもしれないとか、わかりました、認めますって言えば、これ、ひき逃げですよね。で、これがね、言っちゃったから誰かわかんなかったの、ずっと。で、わかんなくて、いや、もう、これってかわいそうすぎるって言って、まあ、その、両親とかね、いろんな周りの人が、なんでしょうね、あの、プラカードみたいのを作って、ここの横断歩道で何月何日にこんなことがありましたと、 でワンちゃんがうちの大切なワンちゃんがね、引かれちゃったんですよと。ねで引かれて、ブレーキもかけずに、のその車は行ってしまいましたと。で、のその車、見つかってないんですと。私たちは見つけたいので、ご協力ください。誰か目撃者の方いませんかって言って、毎日のようにそのプラカードを持って、誰かがね、家族の誰かが。 なんか立ってたらしいんですよね。その横断歩道のところにね。だけど全然見つからなくて、あの、情報提供をずっとお願いしてたんだけど、ずっと見つからないできて、警察がいろいろ捜査もして、ずっと探してたんですよ。で、とうとうね、警察が見つけたんですよ。その人、それらしき人。で、聞いたら、うん、あそこ通ったって言うんですよ。 いや、あなたじゃないですか。あなたの車ですね。って言って、ま、あ車も調べたのかな。まあ、そしたら、まあ、ま、あワンちゃんを引いたような、その後あったんでしょうね。あなたじゃないですか。って言って、逮捕するいや、こういうされないんですよ。で、あの、これが不思議なんですけど、これはね、あの、はっきりとニュースに書いてないですけど、私は知ってるんですけどね。あの、前にそういう知り合いがそういうことがあったんですよ。日本で同じ。 あの、ワンちゃん、猫ちゃん、ハムスターとかもそうですけど、動物は、あの、物損事故扱いなんですよ。だからどういうことかっていうと、ワンちゃん、あの、家族は大事で、ワンちゃんは家族だっていうふうにね、家族の一員だって思って大事に可愛がっているじゃないですか。だけど事故が起きた場合には、あの、物なんですよね。物損扱いなんです。だからキャリーバッグをガラガラ引いてて、 そのキャリーバッグを車がノーブレーキで当てちゃって、キャリーバッグがぐしゃぐしゃになっちゃったと。で、キャリーバッグを持ってた人には全く無傷。害はない。これ物損事故なんですよ。と全く同じ扱いなんです。だから今回、逮捕はなし。書類送検のみなんですよ。で、警察は、あの、あなたは、わかってたんですかって言ったら、うーん。 ぼーっとしてしまっていて、運転して赤信号、いやー,、えー、そこ通ったんだけど、まあ赤信号だったのかななんかわかんない。忘れちゃって、こう、まあ、突っ切っちゃったみたいですね。って言ったんですよ。で、91歳でもうぼーっとしてって言うんだから、警察もそれ以上もどうすることもできないんですよね、これはね。うんで、今、あの、その男性は、杖をついて歩いていて、 で、捜査関係者、警察の人によるとね、認知症の症状は見られないんだと。まあ、頭はまあまあ、ゆっくり話すけど、しっかりはしてるみたいだと。で、免許は更新の時期が来ていて、最近ね。で、更新せずに返納したというんですよね。うん。で、今回の事故は、警察に指摘されて、そうだったかもしれない。あそこは通りました。ということを言ってるんですよ。 警察はもう、あの、いろいろ調べて、間違いないということになってるんでしょきっとね。で、事故のことは覚えてないとですよね。何もわからないんですよ。本当にって言うんですよ。いや、覚えてないって、これ本気なのか、いや、わかんないですよ。これは本当にね。わかんない。私にもわかんないですよ。その、その人しか知らないですよ。そのおじいさん91歳しかね。で、覚えてない、ぼーっとしていて、もう本当覚えてないんだってずっと言ってるんですよ。で、 いやーこれ家族は怒ってるんです。家族怒りますよ、それはね。大事な可愛いワンちゃんをね。で、事故を起こしておきながら、そのまま逃げた。で、逃げたこともだから、事故を起こしたことが分かってないので、本人は逃げたという意識ないんですよ。だけど、ここでね、いや、赤信号だったんでしょっていうのも、本人覚えてないんですよ。いや、赤信号だったいや、分かんない、それもわかんないんですよって言うんですよ。いや、それはじゃあ、認知症でしょっていうと、 いやー私はそんな認知症じゃないって言って警察も、まあ話はある程度分かってるから、認知症とまではいかないですねっていう話をしてるんですよ。ん、これは困りましたよね。で、女の子にもおじいちゃんがいるんですよ。で、そんな女の子のおじいちゃんがね、あの、プラカード要するにここを、 通った車がねワンちゃん私たちのねわ愛がってるワンちゃんをあの引いて逃げたんだと。見つからないから、もう何日経ったかわからないぐらい日にちも経ってますと。で、あのその間にね、その女の子の方のおじいちゃんですよ。あの91歳のおじいちゃんに言ったらしいんですよ。あなたは平然と生活していたわけでしょうーん、それって。 どうなんですか、あのプラカードを持って、ずっと娘が立ってて、その孫がね、立ってて、あなたの車、プラカードをやって立ってた前を、あなたの車にいた車が通ったらしいけど、またあなた、あそこ通ったんですかって言ったら、あそこはいつも通ってるって言うんですよ。だから何回も通ってるんですよね。で、プラカードを持った孫に気がつかなかったんですかって言ったら、それもわからない、気がつかないって言うんですよ。 本当なのかどうなのかもわかんないですよ。あの、本当にわかってないのか、見たけど覚えてないのか、またはあの、大嘘ついてるのか。いや、わかんないですよ。これ全然わかんないですよ。全く。でもその91歳のお年寄りの方は、要は覚えてない、わからないと言うんですよ。で、こんなこと言うんですよ。女の子泣いてるわけですよね。いや、それは泣きますよ。そしたら泣いてる女の子に向かってですよ。 そのおじいちゃんがあ謝罪しに行ったらしいんですよ、家に。で、泣いてる女の子に向かってね、あの車は一番新しい車を買って、車が危なければ自動で止まる自動ブレーキというのがついているんだよ、いたんだけど、だけど多分ワンちゃんが小さすぎて自動ブレーキが効かなかったみたいなんだね、 っって言ったんですよいやいや、そういう問題じゃないですよね。自動ブレーキが効くとか効かないとかね。ワンちゃんが小さすぎたとかね。いや、赤信号だったんだから、そういう問題じゃないと思うんですよ。だけど、そんなことを平気で言うんですよ。言ったんですよ。うーん、もう、ちょっと心になんか傷がついちゃってね。この6歳の女の子はね。あの、ショックがすごくて。 まあちょっと笑顔が日常生活で出なくなってしまったみたいなことなんですけどね。で、まあ、警察がね、あのその91歳の男性に、なんで車あなた91歳にもなってまだ運転していたんですかって言ったらあの、いつも買っている、車を買っているディーラーがね、いや、まだ91歳でもちゃんとしっかりしてるから運転できますから、車新しくした方がいいですよって言って、それであの買ったらしいんですよ。 新しい車を。いや、このディーラーもディーラーだよね。売りたいからでしょ9十歳のおじいちゃんに、いや、まだまだ大丈夫、運転しなさいよって言って新しい車買いましょうって。いやいや、そんな言こう言うことおかしいですよね、ディーラーもね。まあ、ディーラーのせいじゃないけどね、これはね。あの事故を起こしたのはおじいちゃんだから。うーん、だからね。 まあ、なかなかね、ディーラーはだから売りたいからそんなことを言ってただけなんじゃないかっていうふうにね、その家族は言うんだけど、まあ、そんな言い合いをしても、もうワンちゃん帰ってこないんですよ。で、警察としてはこれ以上、もうどうすることもできない、法律にのっとって、まあ、あの、処分、処理ということなんですよね。これ、物損事故。で、書類送検のみなんですよ。赤信号と物損ということですね。 で、あの、書類送検で終わり。あとは何にもないんですよ。罪を問うってないんです。なぜかっていうと、もう免許返納しちゃったから。本当だったら何点で、いくらの罰金ってあるじゃないですか。まあ、罰金はあるのかもしれないけれども、もう何点も何もないんですよ。免許返納しちゃったんで。取り消しとか本当はね、行政処分っていのに行かなきゃいけないんだけど、だけど、もう、あの、返納しちゃったからないの。もうだから、行かなくてもいいんですよ。そういうね。 あの、なんか、すごい怒られて何っていうのもないんですよね。まあ、書類送検のみで終了ということですね。だから、こういう高齢者ドライバーが、まあ、この91歳のお年寄りだけではないわけですよね、今回のね。あっちこっちに日本中。だって、あの、今後、もう、すごい勢いで全員が60歳、65歳以上になるわけじゃないですか。日本人の3分の1がなるんですよもうすぐね。そうすると、 もう全員高齢者が走ってるよっていう街もあるかもしれない。そういう場所もね。そういう地域も。怖すぎますよね。みんながみんな覚えてないよって。いやいやいやもう。いやいや、歩けないですよ、怖くて。でもそういうことになりかねないじゃないですか。で、車は、まあ売れなくなっていくわけですよ。これからの景気が悪くなるんでね。あの、どう考えたって悪くなりますよね。うん、だから、 あの10月から大幅な値上げ始まりますから、まああの、車だって売れなくなりますよ、余裕なくなるんでね、でその中で車を売らなきゃいけない、それは80歳だろうが、90歳だろうが、100歳だろうが、そディーラーの販売員は営業は売りますよ、それはね、いやまだまだいけますよ、おばあちゃんとか言ってね、いや、危ない、なんか危ない販売員ですよね、だけど、ね、昔のなんか詐欺いる人みたいになってきましたよね。 だって、まだまだいけるわけないじゃないですか、そんなのね。もうやめて、まあ他の方法を考えましょうかっていうのが普通なんじゃないですか、人間だったら。ねいつまでも運転しても事故はどうなんでしょうね、危ないじゃないですか。なんかそういう認識があったら考えましょうかっていうのが普通でしょう。だけどそうじゃないね、やっぱりね。車売れないし、売らなきゃいけないしね。どうしても車の販売台数稼がなきゃいけないじゃないですか。だから、いや、まだまだいけますよ、おばあちゃんとか言ってね、役のおばあちゃんに向かって。 だけど100歳だろうがなんだろうが、今ね、やっぱりもうバスが今廃にな、廃線、に廃路になっちゃってあの、来ないんですよね。そういう村がもう出ちゃってんの、日本で。だから車じゃないと出れないっていう村があるんです、実際。だから車を何歳になっても乗らなきゃいけないっていうふうに言ってる人いっぱいいるんですよ。だから80、90になったって運転してる人いっぱいいますよ、今。沖縄はね、結構高齢の方、運転しています。 車がないと、まあ、買い物もなかなか行けないとかいうふうにね、あのそういうふうに、まあ、バスあるんだけど、歩いてバス停まで暑いのに行くとか、そういうのがもう嫌なんでしょう。ね、あまたバスがもう廃線になってないとこもあるんでね。だから、それで、まあ、自分で車運転している、もう本当にこの間もあの、ものすごいおじいちゃんでしたよ。もう、いや、大丈夫かなって、もう本当90ぐらいの、運転されてましたね。 時速20キロで <laughs>。いや、目の前、そのおじいちゃんの車の前何にもいないんですよ。全く。何にももう、スカーンとね、開いてんの。だけどもう時速20キロなの。いや追い抜かすわけにもいかないしね。あの、追い越し禁止車線だったんですよ。真ん中黄色いのね、車線が。だから追い抜かしちゃいけないじゃないですか。 まあだけど、まあ、追い抜かすったって、あの、たとえ追い抜かしいいところでも、ちょっと、道幅が狭くて危ないからね、簡単に追い抜かすのもどうかなと思って、まあ、ちょっと、もう、ついていくしかないなと思って、20キロに、続く20キロですよ。前の20キロなのに、20キロ以上出せませんからね、ずっと、あの、5キロぐらいの道のりだったんですけど、まっすぐ、ずっと20キロ。 ずっと私も20キロ。私の後ろもずっと20キロ。バックミラーで後ろ見たら大渋滞。<laughs> そりゃそうですよね。いやだけどそういう時に、まあ、焦っちゃいけないですよね。だってあの、高速道路のね、ゴールデンウィークとか、お盆とかね、もうやってほど渋滞、透明高速とか中央道とかね、経験してるんでね。 いや、だってもうひどかったですよ。一時期ね、ひどい時混んでる時とか。もう、どれぐらいだろう ?100 キロの間行くのに7時間とかね。高速道路。本当ですよ。100キロ。100キロの距離が7時間。あれに比べたらいいですよ。20キロでも走ってる方が。<laughs> だからまあ20キロでもね、走ってるんで、まあ大したことないかと思いながら、まあ走ってましたけどね。 これから多くなりますよ。で、これから事故も多くなる。だからね、あのー、自分のところが交差点で、あ、青信号だと思って、青信号だって言って発射するっていうのはダメ、発信すんの。青信号だってよく左右見て、もしかしたら突っ込んでくるかもしれないと思いながら、ちゃんと確認して発信して、あのー、交差点に入っていかないといけないの。本当にこれは。あの、これ、それやってなければいつかぶつかるよね。 だって高齢者の方構わず来るからね、赤でも何でも。で、全然わかんなくて来ちゃうの。だからこれはね、あのー、こっちが正しいとかそういう問題じゃなくてね、たとえ、こっちが正しくても、事故が起きてぶつかったら、もう本当つまんないから。本当に。あの、時間は取られるわ。あの、お金もなんかでかかるようになっちゃう。どっちにしてもね。 あの、10対0じゃなくてね、今なんか保険会社ぐちゃぐちゃ言うんで、8対2とか9対1とかなっちゃうの。全部向こうが悪くても。あの、完璧じゃないとね。だから後ろから止まっててぶつけられたらそれ10対0だけど、また停車してる止まってる車にぶつけられたとかね。それは10対0だけど、それ以外はね、よっぽど5年ない限り10対0になんないよね。で、俺10対0になったよ、保険って言って払う金額がね、事故を起こされてって。 それはよっぽどごねたよね。もう保険会社もいい、あの、ちょっと勘弁してくださいよ、このお客さんっていう。まあ、それでいいんだけど、向こうが悪ければね。だけど、まあ、めんどくさいことになるじゃないですか、そのエネルギー使うじゃないですか、10対0にするのもね。だから、本当にね、事故が起きないように運転した方がいいですよ。何がなんかこう起きてめんどくさいことになるか分かんないし、まかり間違って人がなんか傷ついちゃったりね、めんどくさい、もっと、 さらなる一段アップのめんどくささっていうのが事故によって出たら大変ですよ結構、うん。だからそうなる前に未然に防げなきゃいけないからよく本当によく見て丁寧に運転していった方が絶対いいですよ、うん。だってもう常識通用しないんだもんだってこ,この今回の91歳のおじいちゃんみたいに。何にも覚えてないんだから。いや本当は覚えてるかもしれない全部。だけどわかんないぜ。覚えてないって言えばこの年だと済んじゃうんだよね。 とにかくわかんないとか覚えてないって言い続けてれば。でも自分で言ってるうちに年が年だから、やっぱり本当に覚えてないんだっていうふうになっちゃうかもしれないし。ねわかんない。だからもう無駄なの、何言っても。本当は覚えてんだろうとか言っても無駄。本人覚えてないって言い始めたら、もうどうにもなんない、もうずっと。だからね、これはね、巻き込まれるだけめんどくさいので、あの、歩行者として歩いててもよく見なきゃいけない、今。本当に。 横断歩道が、あ、こっち渡れるなって言ってもダメ。あの、ちゃんと見て、いや、ちょっとあの車なんか危なそうだなと思ったら渡んないで見てなきゃダメだよね。本当に危ないよ。だって今度人間がバーンって当てられちゃうから。これはね、よっぽど注意して生活していかないといけないの。これは。だからボタンを押したから、青だから、歩行者の方が青だから安全とかいうのない。もう一切。もうそんなので安全だと思ってたらいつか巻き込まれちゃうね。 これは。だからこっちが正しいんだとかいいんだとか言い張ったってつまんないことになっちゃうからね。その言い張るのはいいけど。だけど、今回の件で、ね、めんどくさいじゃないですか、だって。だからこれはね、やっぱり、まあこれは悪いんですよ。100%この九十その悪いんだけど、悪いに決まってるんですよ。ひどいですよ。だけど、こういう人がね、多くなってしまう。あの、必然的にね。これはね、気をつけるしかないね。だけどね、あの、 被害者だからって言って、まあ、それで良かったっていうふうにはなんないじゃないですか、こんななっちゃったら。全然後味悪いんでしょ、これね。うん、だから、やっぱりそれを未然に防げるような、少しでもね、なんか自分でちょっとアンテナ張ってないとね、これからはね、日本は危険ですよ。何やるにもね。だからこれまだね、あの、車でこうね、なんか運転して、あの、見てれば守れるかもしれないけど、結構ね、あの、高齢者の方がやるのが、 例えばマンションで、あの、高層階に住んでいて、ベランダに出れる、10回ぐらいだとベランダ出れるじゃないですか、20回でも。もう30回でも出れるとこあるんですけどで、そのところで、あの、なんかね、重いものをね、ベランダの、その、もう手すりから出しちゃって、そこでほこりとか払ってる人がいて、手滑らせて、その重いものを落っことしちゃう人っていっぱいいるの、今。年寄りで。お年寄りで。 で、落っことしちゃって下に人がいたら大変だよね。大変なことになるの。だからその事故が多いの、今。だからマンションから出るときも、あの、そこのところがどこかの上の方が、あの、その上の方のね、上に行けば行くほどの、そのベランダに面している、その出たところはね、エントランスから出たら、その、右行って帰ろうと思ったら駐車場のところに、ちょうどそのベランダが、 面していて、なんか落っことしたら直撃するようなところにずーっと話してたり、そこにいたりしちゃいけないですよ。上からなんか落っこってくるかもしれないから。そういうのも気にして歩かなきゃいけないんですよ。それぐらいやんないと今危ないの、本当に。でもそれも気にしないでそこでぺちゃくちゃ話してた人とかに直撃したっていう事故ありますよ、今。でそれもね、やっぱりお年寄りなの。なんか、ほこりがついてたね、なんかあの陶器の人形かなんかね、ほこり落としてたらしいの。 そのベランダから出して、で手滑って、その陶器の人形落っこっちゃって、人に当たって大けがして。いやー、それはね、大変なことですよ。もう大けが、入院ですよ、長期入院。だそういうことも起きるよね、これは。まかね間違ったら、だってあの天国行っちゃうぐらいの、本当に怪我しちゃうから、からそれはね、もう気をつけなきゃいけない。だから、それでね、いや、向こうが悪いんだろうとか、それは向こう悪いんですよ。落っことした方が100%悪いんだけど、 でもそんなことを言っててもつまんないじゃないですか。自分が座ってね、入院しちゃって傷ついて、なんか体がずっと後遺症でおかしくなっちゃったとかいうのもあるかもしれないでしょだからそれだとつまんないんですよ、うん。だから注意しないといけない、これは。どっちがいいとか悪いじゃなくて、向こうが悪いんだからとかじゃなくて、あの、こっちだって嫌な思いしちゃうからね。そう、よっぽど注意しないといけない時代に入ってるんですよ、今日本って。うん、だから、 前よりも注意深く生きないと巻き込まれてしまうということなんですよ。ね。うんまあ嫌な時代ですよ、本当にね。まあしょうがないだけどね。こうなっちゃったらもう注意しなきゃいけない、まあ。だから、あの、常にアンテナ張ってレーダーをね、あの、自分のレーダーをちゃんと、あの、回してね、ウィン、ウィンみたいな感じで、よく映画に出てくるじゃないですか。<laughs> なんか、回して、レーダーになんか映るのね。だからそんな感じで、まあ、ちょっとね、あの、警戒しながら、日々を、 過ごして生活していかないといけない。そういう時代に入ってきたんですよ。だからお子さんがいる家では子供たちにも言ってあげないといけないんですよ。お年寄りがいてね。あのー、信号だって止まんないかもしれないから。だから赤になったからって言って走って横断歩道渡るんじゃなくてよく見なさいよと。ね、ちゃんと。ちゃんと見て、ああ、大丈夫だと思ったらちゃんと行動を起こすんだよっていうふうに、あの、お話ししてあげないといけないんですよ。ああ、 歩行者青になった渡れとか言って、それダメだよね。前しか見てない。点しか見てないから。で前から言ってるように人間っていうのは点とか視野が狭くて前しか、もう狭い視野で真ん前しか見てないと、ろくでもないことしか起きないんですよ。本当に。うん、ダメなの。視野広げて柔らかーくね。柔らかーく生きないとね。まあ、これがね、なかなか難しいですよ。切り替わりがね。まあ、だけど練習、練習、練習。何でも練習。練習すればちゃんとできるようになりますけどね。 頑張っていきましょう。嫌な時代ですけどね。まもなく10月の値上げ、ね、大幅値上げスタートします。それも乗り越えなきゃいけない。いろんなことありますよ。どんどん乗り越えていかなきゃいけないですから、気合い入れるしかないですよね。頑張りましょう。応援しますから頑張っていきましょう。ということで今日は、91歳のおじいちゃん、忘れちゃったをお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。